マークローバーはアメリカのユーチューバー、エンジニア、発明家。主に、通俗科学、自作のガジェット、創造的なアイデアに関する彼のビデオで知られる。動画のいくつかはデジタルハロウィンのコスチュームや、超微細なグリッターを噴出させるパッケージ泥棒対策の罠など、口コミで広まった。ユーチューバーの前は NASA のエンジニアで、 NASA のジェット推進研究所のキュリオシティローバーに7年間従事していた。彼はその後、アップルのスペシャルプロジェクトグループの製品デザイナーとして4年間働いた後、自動運転者のバーチャルリアリティに関する特許を執筆しました。2019年10月、ローバーはマビーストと共に環境基金調達チームチームトリーズの立ち上げたカリフォルニア州オレンジ軍で育つ。 子供の時から玉ねぎを切る際に涙が出ないようにするゴーグルを作るなど工作を始めた。ブリガムヤング大学で機械工学の学位を取得し、南カリフォルニア大学で修士号を取得している。2004年に NASA のジェット推進研究所に入職し、9年間働く。そのうち7年間は現在火星にあるキュリオシティローバーの研究に参加。彼は、 AMT、グレールスマップマーズサイエンスラボラトリーなど、いくつかの JPL ミッションでハードウェアを設計および提供した。NASA にいる間、ローバーは JPL ワイヤードの主要な設計者の一人でした。これは包括的なナレッジキャプチャウィキだった。彼は企業の知識を獲得するためのイントラペディアを開発するために、ハイテク組織にウィキテクノロジーを適用することに関する。 事例研究を発表した。NASA に在籍中、爆発的に人気に火がつくバイラルビデオの制作を開始する。その動画の内容は、多種多様なトピックをカバーし、エイプリルフールのいたずらアイデアを刺激し、脱出ルームを制覇したり、動物園で霊長類を非侵襲的に撮影したりするようなトリックについて教えている。彼は科学を推奨し、サメが 水中の血液の匂いを嗅ぐ、能力、流動さ、浄水をテストするビデオなど、科学に基づく知識を活用したビデオを作成している。2011年には最初の YouTube 動画を作成。内容は2台の iPad を使用して、彼の体に穴が開いており穴を通して、向こう側が見える錯覚効果のあるハロウィン衣装を作成である。彼は蒸気の 胴体にぽっかりと穴コスチュームのビデオを YouTube に投稿し、たった1日で150万再生を獲得する爆発的な人気となった。翌年、ローバーはビデオと同じコンセプトに基づいてハロウィーンコスチュームを専門とするオンラインハロウィーンコスチューム会社デジタルダズを立ち上げた。同社は最初の3週間の運用で25億ドルの収益を上げ、 2013年までに彼のアプリ統合コスチュームはパーティーシティなどの小売店で販売された。コスチュームは CBS ニュース、CNN、J ・レノショー、FOX、ヤフーニュース、ディスカバリーチャンネル、ザ・トゥデイショー、ジェメなどのニュースチャンネルで広く取り上げられた。そして2013年、ローバーは同社を英国のコスチューム会社モルフォースーツに売却した。 2018年12月に、ローバーは、泥棒に対して、グリッターを吹きつける仕掛けの装置で、小包み泥棒にトリックする動画を作成し、1日で2500万回の再生回数を記録し、口コミを広めました。ローバーによって設計された仕掛けは、グリッターの粉末を噴射させ、悪臭スプレーを巻き放ち、泥棒の足取りを記録します。ローバーは後に、二人の窃盗犯は、 実際に彼がパッケージ泥棒を捕まえるのを手伝うために雇った人の友人であることに気づき、録画に記録された5件の事件のうち2件を取り下げた。ローバーは2019年12月にこのビデオのフォローアップを投稿し、マコーリー・カルキンとチームを組み、改良されたデザインを特集している。YouTube に加えて、ローバーはメンズヘルスに記事を寄稿し、2015年には テデックスで、ハウツーカム、アップウィズグッド、アイデアズと、もう一つは、スーパーマリオエフェクト効果のを騙してもっと学ぶと、大したプレゼンテーションを行った。また、ジミー・キンメルライブにも数多く出演している。2018年、ローバーは、アップル社用に密かに、仮想現実プロジェクトに取り組んでいたことが報告された。これには、 ローバーが2つの仮想現実関連の特許を作成した自動運転者向けのオンボードエンターテインメントが含まれる。ローバーは2015年からアップルで働いており、特別プロジェクトグループのプロダクトデザイナーとして4年間を費やしていたが、2020年の初めに別れは離職しました。2020年にローバーはジミー・キンメルと共にディスカバリーチャンネルの隠し、 カメラショーに出演する。2019年10月、YouTube コミュニティは、マビーストとローバーが組織した、マルティストが2000万本の木を植えるべきだと提案されたツイートに従い、2019年10月に、チームトリーズというプロジェクトを発表した。マビーストとローバーは、これを実現するために、世界中の YouTuber と提携した。このプロジェクトの目標は、2020年までに、 アーバーデイ財団のために2000万ドルを調達することだった。その代わりにアーバーデイ財団は調達した1ドルごとに1本の木を植えた。プロジェクトに参加した注目のユーチューバーはアイジャスチン、スロー、モーガイズ、マルケス・ブラウンリー、ハナー・ストッキング、プジパイ、ザ・トライガイズ、エイサップ・サイエンス、スマウター・エーブリー・デイ、ハウリティキュラス、ハーフ・アズ・インタレスティング、ライフ・ナガン。 It's OK2B、OK、Smart ハウタバシックである。ロバーは2015年にカリフォルニア州サニーベールの町に引っ越し、妻と息子と暮らしている。自閉症についての意識を高めるために、ロバーは自閉症を持つ息子について言及した上、彼の自閉症の人々へのサポートをツイートした。ありがとうございます。